駅があった。赤い線は田口線の廃線跡。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成放来寺駅は、愛知県新城市、門屋座笠川に、かつて存在した豊橋鉄道、田口線の駅。放来寺の最寄り駅であった。1929年に、 田口鉄道により開業。1956年に豊橋鉄道の駅となるが、1968年に路線の廃線に伴って廃止された。南下田郡蓬来寺村にあった駅の一つである。蓬来寺駅は1929年5月22日、田口鉄道の第一期線として本流しの駅から、 三河海老駅までの区間が開通した際、合わせて開業した。駅名については、当初は、大技と同じ、門屋が予定されていた。駅のできた門屋は、宝来寺山山六にあり、宝来寺の門前町として栄えた地域である。同駅は、宝来寺の表参道の入り口に置かれた。駅を開設した、田口鉄道は、北下良郡 田口町まで鉄道を敷設すべく1927年11月に設立された会社である。会社設立前の構想では、豊川鉄道の終点長篠駅を起点とし、黒瀬までは豊川に沿うルートとする予定であった。しかし会社設立段階になり、長篠駅より先の区間を開通させていた宝来寺鉄道や、宝来寺からの出資を得るために、宝来寺、 鉄道放来寺口駅駅店を移し、かつ放来寺の前を通すルートとすることになった。駅ができると、駅前には十数軒の民家が集まり一つの集落が形成された。1935年には門屋に放来寺女子高等学園が開校する。同校は田口鉄道によるアクセスを前提として開設されたとも言えた。 太平洋戦争中の1945年7月27日より、駅に、田口鉄道の本社が入った。もともと本社は、豊橋市内にあったが、同年の豊橋空襲で被災したため移転してきた、ものである。戦後の1949年9月23日、駅前に、田口鉄道自然科学博物館が開館した。東三河の地質と鉱物の会に、 田口鉄道が協力して創設したもので、宝来寺山を中心とする資料を展示した。この施設は1963年に開館した、町立宝来寺山自然科学博物館の基礎となっている。宝来寺の最寄り駅として、毎年11月23日の宝来寺ら、山もみじ祭りの際には、飯田線から臨時列車が乗り入れていた。 1961年7月25日から8月10日までの期間には、名古屋駅からの直通快速列車も、臨電放来として運転され、また1950年から1954年にかけて、名古屋鉄道の小坂井支線と飯田線を介して、名鉄の団体用臨時列車が、新名古屋駅方面から乗り入れていたこともある1956年10月1日。 タグチ鉄道は、豊橋鉄道に合併された。これに伴い、豊橋鉄道、タグチ線の駅となった。合併から8年後の1964年、豊橋鉄道は、赤字の拡大に伴ってタグチ線の廃止を決定、4年後の1968年8月末を、もって、全線廃止、9月1日よりバスへの転換が、実施され、駅も合わせて廃止された。 2012年現在、本流しの駅としたら町田口を結ぶのは、豊か鉄バス田口新城線で、新城駅近くの新城市民病院バス停から、本流しの駅前経由で田口まで運行されている。門屋地内では、バスは愛知県道32号流しの東園線を走行しており、駅のあった地傘側に、宝来寺バス停が設置されている。また、 当駅にあった腕儀式信号機は愛知県春日井市にある中部大学に移設され保存されている。相対式二面二線ホームと貨物ホーム片目に線を持つ友人駅で1956年の時点で駅長を含めて4人配置されていた。駅舎はローカル施設としては珍しい和洋折衷の寺院風木造2階建て建築で 戦前には2階部分で、食堂も経営していた。1957年度の乗車辞任は20万4000人で、そのうち4分の3に当たる15万4000人が、定期乗車券での利用客であった。この乗車辞任は、田口線全11駅において、本永市の駅に次いで2番目に多い。宝来寺高校の学生の利用が多かった。同年度における、 貨物取扱量は、発送が49トン、到着が71トンであった。田口線の貨物取扱駅は7駅あったが、取扱量はその中で最小である。駅の跡地は、上記の法来寺バス停付近である。駅舎跡は、愛知県道32号と法来寺の山道の交差点付近にあたる。線路跡は、県道32号に吸収された。 駅舎は駅の廃止後も解体されず、改装の上1969年10月10日より、豊鉄放来寺食堂として営業を開始した。道路改修工事によりこの食堂は撤去されるものの、林地に新たな食堂を建設して営業を続けたが、2004年に閉鎖され、2009年に取り壊された。ありがとうございます。